あとあれを話したかったんだ一回。なんだっけ、あの TikTok 撮影、あの選抜発表の時に、なんかアズが入ってる時にユナが帰ってきたんですよ。多分アズの前にユナが撮影してて、そのおめでとうってやつを、そう、それでまあもちろんユナはアズに何も言っちゃダメなわけなんですよ。そうニヤニヤしてたって思うじゃん。でもめっちゃね、あのびっくりするぐらい、びっくりするぐらい真顔なの、もうみたいな。で TikTok 撮影みたいに聞いて、でもうんうんみたいな感じの雰囲気で、えなんかやばいことされたのユナみたいな思って、えなんかやばいやばいみたいな、朝めっちゃ怖いやんみたいな、ユナがユナこんな怒ってるみたいな、怒ってるっていうか、なんかやばいことされたのかなって思って、そうめっちゃ面白、あの瞬間めっちゃ面白くて、でもめっちゃ我慢してたらしくてめっちゃおもろいぐらい目はうるうる、なんいや本当にもう無だったの、あんなんかアズなんか怒らしたっけみたいなぐらい、本当にちょっと不安になるぐらい無で、ですぐさってあの荷物片付けてさって帰って、やばやばみたいな、ドキドキしたら、それでその選抜発表で終わって LINE 開いたら、やったねって来てて、めっちゃあ我慢してたんだって思って、めっちゃ爆笑した話です。やったーみたいな LINE が来てました、夜中で。その後もうなんか空いたすぎてあのユナが事務所いるって言ってたんで、事務所に駆けつけてハグしました。ギャーってそうハグしました。そこで完結です、その話。すごいね、嬉しかった本当に。そう二人でたくさん頑張ろうねって言いました。そこ